はい、皆様こんにちは。3月21日火曜日17時を回りました。太田裕子の元気注入です。今日は祝日ですね。春分の日です。ここのスタジオのタマプラーザ FM サルースの前にもキッズがたくさんいて、芝生のところでね遊んでますね。皆さんどこかお出かけとかされたんでしょうか。どんな祝日過ごされているんでしょうか。お天気もね今日すごく良かったのでね、いい祝日になったんでないでしょうか。はい。この番組は 84.1MHz FM サルースで生放送中です。 YouTube ライブでも同時生配信中です。 FM サルースのホームページ、トップ画面に表示されていますので、ぜひそちらもアクセスしてみてください。また FM サルースはスマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけます。こちらのアプリもぜひインストールしてみてください。さらに JCBA サイマルラジオでもお聞きいただけます。インターネット経由でもぜひお聞きください。はい、今日も30分お付き合いください。今日のゲストさん紹介いたします。スタジオアペックス代表フォトグラファーの鳥居夏子さんです。イエーイありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。なんか鳥居夏子さんとかも言い慣れてないんだけど、そうだね、もうなっちゃんとかあとはたまた夏子先生とかね、場所によって名前が ね変わるけれども ね、うん、今日はもうなっちゃんでいきたいと思うんですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。なっちゃんね、自己紹介お願いしたいです、うん、簡単にどうぞ。はい、はい、とっても簡単でいいですか。いいですいいです、はい。私はカメラマンとして約20年、2020年に、うん、噛んじゃった、うん、2020年に池袋の西口に、うん、自分の写真スタジオをオープンさせていただきました、うん、はい。撮影だけでなく、撮影の前に、小顔エステと、うん、はいはい、あとはメイク、あとヒーリングもやっております。すごい、よろしくお願いします。はい、今日はいっぱい聞きたいことがあります、はい、なっちゃん、はい、どっから話すって感じなんだけど私となっちゃんの出会いは、うんうん、何回か前に出てくださいましたパラフィーズ脳洗浄の代表の恵美子先生がね、うんうん、ゲストで来てくださったんですけど、その脳洗浄の写真、うん、そこで脳洗浄のパラフューズの資格を取ったら、夏子先生のところに行って、うん、写真を撮ってくださいねっていう流れになってるんですよね、うんうん、ありがたいことに、ね、本当に、はい、ありがとうございます、はい、素敵な写真を撮ってくださるんです。でそのパラフューズの世界だと夏子先生、優子先生みたいな感じなんですよ ね、 そうですね、呼び方としてね、うんうん、で私もパラフューズの資格を取った時に、なっちゃんのスタジオに、池袋のね、なっちゃんスタジオ行ったんですけど、うんうん、正直に言っていい？うん、何何？怖い。いや怖いのはもうそのまま返すんだけど、めっちゃ怖かったんだけど、なっちゃん、うん、言われない？言われる。言われるよね。あれなんだろう、もう全然サービス業の人じゃなかったよね。サービス業じゃないのか、カメラマンは。いや本当にね、言われる。言われる言われる。いや、もういきなり会ったいきなり嫌いなの私のことっていうぐらいもうはい、そこ座って、はい、これ着てそんなだった。いや、そんなだった、そんなだった。もうビクビクしてて、こんなんじゃこの人の前で笑顔で写真は撮れないってもう思ったよ。ごめんね。で優しいメイクさんにメイクをしてもらい、うんうん、そこで和んで、うんうん、そっから、まあ、カメラの撮るよってなった時はやっぱりちょっとね、変わってたね、カメラマンの顔になって、うんうんうん、こう、あ、こういうのがいいですね、こうしてみましょうかとかね、うん、ちょっと人を変わったようになってたけど、うん、最初すっごい怖かったよね、うんうん、やっぱ言われるでしょ、私だけじゃないよね、うん、それ思ったのね、うんうん、そうね、プライベートではやっぱ子供いるんだけど、うん、うん、鳥居さん怖いって言われてる。それなんでなんだろう。え、怖く私なんかね、いやいや、私なんかすごい基本的にね、苦手なのよ。人が苦手。人が苦手。コミュニケーションが。な、そうそう。そうだね。得意じゃない。でもカメラを持つと大丈夫なんだよね。うん、あ、そういうことだね。そう、でも頑張ってるんだよ。あ、頑張ってる。あれで。めっちゃ怖
いや私もだからなんか、うん、なんだろう、コミュニケーションとしてのツールがカメラ、うんうん、カメラ、あ、カメラなんだね。そう、あでもそれダンサーも多いかも。あ本当、うん、あの喋るの苦手で、うんうん、コミュニケーションも苦手なんだよねっていう人が、うんうん、踊ってる時は自分の表現ができるから、うんうん、あの解放されて自分らしくいられてっていう人結構いる、うん、なんと、うん、それと同じ感じかな。そうなのかな。まあでも、うん、努力しろよって話なんだけどね。いや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 、そのギャップが良かったっていうか、あ実は怖い怖い人じゃないし私のこと嫌いじゃないんだっていうのがカメラで分かったから、うんうん、でもそうだね、みんなやっぱりじゃあそういう、あでもでもなっちゃんがコミュニケーションが苦手だっていうのが分かったんで、みんな多分ね、うん、あそこでなるほどねって言って逆にこう、あ愛を注げられるかもしれない。そうだからかなんですけど、うんうん、私に寄ってきてくれる人すっごいコミュニケーション能力高い人が多いのだからなんか本当にね日々感謝ですなるほどね。途中でわかるよね。でもね、あ、うん、実はそうじゃないんだって、うん、あ笑ってるなっちゃんっていうね、うん、怒ってるだけじゃないんだっていうのどっかで気づくよね。気づいてくれてありがとう。なるほどね、うん、いや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 、でそんななっちゃんってさ、うん、学生時代とか幼少期もそういう感じ、うん、人見知りだったり。いやあのね、幼少期の時はめちゃくちゃ明るかった。あそうなんだ、うん、なんか事件が起きた。事件起きた。時間 どうぞいやなんか、うん、なんだろう、そういうのってあんまり私言わないけど、うん、やっぱ女の子同士っていろいろあるじゃない。あいろいろあるね。そうそう、だからなんだろう、私仲良くしてたつもりの子たちが、うん、実は私知らない間に誕生日会やってたとか。あ些細なことなんだけどね。そうそう、なんかそういうのからなんかあんまり人とどうやって接したら嫌われないで済むかって考えたら無になっちゃったんだよね。あそっちなんだ。そう、あもう関わら方が分からなくなっちゃったのと関わらない方がいいかもってちょっと自分でポンってしちゃったんだ。来るもの拒まずみたいなのはだからすごくある、うん、あ来てくれてありがとうみたいな。うーん、自分から行けないから行けなくなっちゃった、うん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 、それまで引きずってる。あでもだいぶ治ってきたとは思う。だってなっちゃんの周りってすっごい人たちがいっぱいいるじゃない。すごい人たちいっぱいいる。毎回驚くけど、うんうんうん、本当に芸能人の方からタレントさんからそれ以外にすごく名を馳せた、ね、そのプロフェッショナルの人たちがいっぱいいるから、うんうん、いつも驚くんだけど、うん、じゃあもともとはコミュニケーションがダメだったんじゃなくてちょっとつまずいちゃったってことで、ことで、でもすごい人いるからそこはもう全然問題ないよね、うん、ないよね、うん、今、まあ、でもなんか直感的にこの人と会うみたいなのはあるでしょ。うんうんうん、あるよね。そうそうそう、うんうんうん、っていう人たちがたまたま今周りにいるって感じかな。あスピリチュアルも持ってるじゃん、なんちゃん、うん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 、ね、そういうのも持ち合わせてるからすごく敏感になっちゃったり人にそうなっちゃったりすることもあるのかもね、うんうんうん、いやなっちゃん覚えてるか分からないんだけどさ、うんうん、私は、うん、の名前は、うん、あの太田優子ですって言ってるのに最初に会った時ね、うん、写真撮りに行った時に、うんうん、いやあなたはさくらさんですよって言ってた。覚えてる覚えてる覚えてる優子さんじゃないですって言ってた。いや優子じゃないですよってさくらさんですよって言ったんだよね。あじゃあ覚えてるんだね。覚えて覚えてる。 あれはなんかスピリチュアでポンって出ちゃって出ちゃったやつ。だあ出ちゃったやつだ、うんうん、ねえだから不思議ちゃんだよね、うん、言うこともね。そうね、セラピストもそういうのもやってるもんね。癒しとかもね、うん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 、ヒーリングの癒しとか、うんうん、女性のこう癒しとかもね、うんうん、やってるから不思議ちゃんだよね。怖かったりね、スピリチュアルだったりね、うん、いろいろカメラマンだったりねしてるけどそういうね、ゆうこさんもすごいからね、うん、いや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 、あのもう今ちょっとラジオ聞いてる人に言いたい。何もう年齢とか言っちゃっていいの。ドキドキ。いや年齢は23、ずっと23ってことになってる。あそうなんだ、うん、まあじゃあ23でいいやすごいあの今ね、うん、私優子先生のダンス習いに行ってるじゃない。あ来てくれてる。それもね、うん、偶然の話からじゃない。そう
これもすごい偶然なんだよね、うん、それ後で話す、それすごい、あのカメラの話した後にしたい、カメラの話したいからね、うん、そうか、うん、そう、そう、後半しよう。いや私はもうダンスの話したいよ。あ、ダンスの話ね、したい、後半しよう、うん、うん、少々。でカメラはいつから、カメラはね、うん、20代興味と、あ、20代に興味を持ち、うん、興味というよりかは、うん、もともと、あの、うん、私歌をやりたくって。え、それ初耳。あ、そうなの、歌、歌、うん、あ、なんか一回聞いたかな、歌ってるって言ってたもんね、うん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 、でもその歌をやりたいっていうのも、ただ自分が外に出て見てほしいとかっていうよりかは、うん、あの本当にね、歌で泣くことが多かったの、感受性が子供の頃に。豊かすぎちゃう。なんか悲しいことあったりとかすると歌で元気になったりとかっていうのがあって、私もああやって人に元気を与える歌を歌える人になりたいと思ったのよ、うん、それで歌の、合唱団入ったりとか、うん、いろいろ歌をやっていって、うん、で10代の17歳ぐらいの時かな、うん、事務所に入って、うん、でオーディション受けたりとかして、まあ、うん、歌の仕事はなかったんだけど撮影会とか、うん、撮られる仕事があってね。で撮った写真を見た時に、なんかこう自分でしっくりくるのがあんまりなかったのよね、うんうん、でも、うん、カメラマンによって全然写し方が違うっていうのに気がついて、うんうん、でその撮ってもらった写真によってオーディションが通る通らないっていうのも気がついたの。なるほど。そうそうそう、うんうんうん、で要はせっかくなんかこうみんなねオーディション受けててすごい人とかでも写真で落とされることがあるって、うんうんうん、もったいないじゃんすごく、ね、でじゃあ私、うん、落とされないような写真撮る人になりたいと思ったの。なるほど。そうで、やっぱ歌の世界で限界を自分で感じて、私はもう歌手にはなれないって気づいちゃって、うん、気づいちゃったのよ、うんうん、結構早めにね、うん、じゃあどうしようってなった時に、うん、でもやっぱりなんかそういうのに関わっていく仕事はしたいなっていうのがあって、うんうん、そうで撮る側に回った、うんうんうん、へー。じゃあ今度歌って感動じゃなくて、この歌う感動する人たちを表に出す時のファーストコンタクトを最高のものにしたいっていうことに回ったんだ。そう、へえ、うん、結局はあのオーディションに受かる写真、うんうん、就職に受かる写真、うんうん、婚活で異性に選んでもらえる写真とか、うんうんうん、今で言うと起業家の方を写真撮ること多いんだけど、うん、仕事が増える写真とか、うんうんうん、まあ、だから写真で人生を変えたいって感じです。そうだよね、うん、でも今言われてはっと思うけど、本当にその一枚で印象出るよね、うんうんうん、ね、気難しい感じなのか明るい感じなのかとかね、うんうん、性格までも出るもんね一枚で。そうだから自分のプロフィール写真も適当にね、うん、なんかスマホで撮った写真で、うん、まあ傾向してる人もいるんだろうけど、うんうん、そこケチんない方がいいなと思う。うーん、自分自己投資って大事じゃないですか。そうだよね、うん、関わってくるよね大きくね。そうそうそう、うん、清潔感とかねそういうのもあるしね、うんうん、でなっちゃんのところにお願いするとそういうのは、うん、その適用に応じて引き出して、うん、写真撮ってくれるってこと。そうだね、だって仕事社長さん向けとか、うんうんうん、アイドル向けとか、うん、歌手向けとかいろいろあると思うんだけど、うん、そこら辺は適用 その方に適用する。人それぞれ違うかな、うん、撮り方とかも、うんうんうん、メイク一つでも変わるもんね。そうね、うん、まだ本当さっきの言った優子さんが言ったことじゃないけど、うん、私にとってねメイクはもう必要不可欠なのよ、うん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 、なぜかというと私がこんななので、うん、メイクさんにねメイクさんに話をとりあえず盛り上げていただいて、うん、楽しい時間を作っていただいた後の私そうそうそう、あの順番踏まないとでしょ、ちょっと厳しいだからもうメイクさんにお願いだから1時間楽しませてあげてってもう本当よろしくお願いしますって本当ね楽しかった。なんか普段どんなメイクしてますかからね、うんうんうん、こんなメイクって言いながらも彼女のそのやりたいメイクこうしたら映えるよっていうのもこう盛り込みながらね、うんうん、やってくれたんでね、あそこでリラックスしたもんね。そう、じゃあなっちゃんのスタジオはアペックスだよね、うん、スタジオアペックス池袋にありますよね、はい、ちょっと最初怖い
けどね。最初怖いけど出来上がりがすごい怖くないよね。頑張ります。最高な仕上がりになる写真フォトスタジオなんで、ぜひサーチして、まずは、ホームページ、ホームページね、見てもらってね、はい、でも本当に素敵な写真いっぱいだもんね。ありがとうございます。なんであんなに綺麗に撮れるんだろうって思うし、私もパラフューズの洗浄の名刺の写真は、ね、夏子先生に撮っていただいてるんでね。藤川恵美子社長も代表も一押しですよね。もうとりあえずね、夏子先生のとこ行って撮ってきてっていうね、仕事増えるからっていうのでね、皆さんそこに行ってますよね。ありがとうございます。カメラは、うん、最初どういうきっかけでスタート、まあ興味はそこら辺から入り口なんだけど、うんうんうん、もういきなりああいうカメラって高いじゃないですか、うんうん、ああいうカメラをボーン買って、で自分で撮り始めて、で就職してみたいな感じ。そうね、なんか運が良かったっていうのもあるんだけど、うん、まあ学校に行く費用はなかったので、うん、よく区役所とかでやってるようなスクールあるじゃない、うん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 、短期の、うん、ああいうのに行ったら、そこにはおじいちゃんしかいなくてで当時私まだ20代若かったんでおじいちゃんたちが自分たちが使ってた古いカメラとかをくれたのよ。すごい貴重。あ、そうで、うん、全部やり方教えてくれて、うんうん、だからカメラ機材にお金かからず、学校行かずに教えてもらえの、うん、っていうのから始まった。それすっごい素敵な話。そのカメラってまだ残ってたりあるあるするよね。うんうん、ね、バイバイとかじゃないよね。うん、そうなんだ、うん。まあそこら辺の話ちょっと聞きたいんですけど、ここで一曲。音楽聴いていきたい、いただきたいと思います。なんだろう、なんだろう、なんだろう、なんだろう。今ねもう春じゃないですか、うんうん、で今日タマプラザの駅もね少しね、うん、桜咲いてましたよ。咲いてた、咲いてたね、ピンクになってたね、うん、でいう、時期ですし、卒業シーズンもありますんで、うん、今日は桜咲くの嵐さんのね、はい、聴、はい、いていただきたいと思います。嵐さんの桜咲くです、どうぞ。はい、お送りしました、嵐の桜酒でした。ありがとうございました。素敵な曲ですよね。今もう卒業シーズンと桜のシーズンでね、うん、ちょっと悲しくなっちゃう曲もありますよね、うん、卒業式とかね、桜でピンクでイエーイっていうのと、うん、なんか卒業でちょっと寂しいなっていう感じの曲が両方ありますね、あるね、うん、卒業式とか泣いた？泣いた泣いた、泣くよね、泣くよ泣くよね、予行練習から泣いてた私歌がね、歌いながら泣いちゃうよね、うん、歌いながら泣いちゃう、うんうんうん、やっぱり泣きます ね、素敵な時期です ね、 ね、出会いあり別れあり、そうですそうです、春はね、うん、そしてそんな中で、まあうん、なちゃんとも出会いあり別れはないんだけど別れないんだけど写真撮った後、うん、お互いにの、うん、あ、お互いにっていうかもう失礼なんですけど、私はパラフューズの洗浄をちょっと頑張るべく一生懸命やっていて、うん、しばらく
会ったりとか連絡取ったりとかもちろんしてなくて、うん、そのまま何もなかったんですけど、うん、藤川代表の合宿でばったりお会いしたんですよね、うんうん、で合宿の時ももちろんカメラマン、まあもちろんというかあのカメラマンでなっちゃん来てて、うん、でその後にあら優子先生合宿来てましたかって連絡くださったんですよね、うん、でその確認が多分みんなマスクしてたからそう、ねうん、分からないんですよね、うんうん、で顔分からなくておそらく雰囲気だけで、うん、来てましたかって連絡くださって、うん、で来てましたよで私はもうカメラマンで走り回ってるなっちゃんを見てるから、うん、あれはなっちゃんだなっていうのを認識してたんですけど、うんうんうん、わざわざ連絡くださってでその後になんか何回かあだこうだキンキンの情報交換してる間に、うん、なんか代表、うん、社長さんばかりが集まる代表の集まりに来てみないみたいなのね、うんうんうん、お誘いいただいてそ う,、ねうんうん、でそういうのも私も興味あったんで、うん、行って、うん、でそこからトントントンってまたいろいろコミュニケーション取ってる間に、うんうん私去年の12月に出したダンススタジオ、デュアルダンススタジオが池袋だったんですよね、うん、でなっちゃんのスタジオは池袋だったんじゃないかなって思い出して、うん、いや実は私池袋にスタジオ出してるんですけどっていう話からまたすごいつながっちゃったんだよね、うん、そうだね、うん、で池袋つながりこれももう、うん、もう引き寄せとしか言いようがないぐらいの池袋ねつながりだったんだけど、うん、でそしたらあのなっちゃんが「いや踊ってみたかったんだよね」って言ってくれて、うん、で K-POP とかで可愛く踊っちゃうみたいな冗談から、うんうんね、今なっちゃん踊ってるで大人の K-POP レッスン初心者がスタートしちゃったんだよね、うん、踊っちゃうキュンキュンキュンって踊っちゃうんだからでなっちゃん踊っちゃってんだからね踊っちゃってんだからそれでなっちゃんの人脈がすごすぎるんでもうすごすぎる人たちがブワー体験来てそのままブワー入会してくれてだって一番インストラクターの中で一番人集めてるみたいな人になっちゃってるんですよ今本当そうよかっただってあの、うん、ね日本代表、うんうん、これ言っちゃって大丈夫なのかなまゆさん、うんうん、まゆさんあよくまどかまどかさん、うん、まどかさんとかねまどか先生とかあの年齢いった方のミスコンテストシングルマザーコンテスト、ね、あの女性の方のビューティーを争うので日本東京代表代表の、 あの全国大会に行く方とか、うん、あとあの占い師のも日本代表ぐらいの占い師の方とか、うんうんうん、あとあのパラフューズ農船場ではお弟子さんを日本一持ってる方とか、うん、すごい方たちがいっぱい来て、うん、私大丈夫っていうぐらいの大丈夫っていうかビビりまくりながら何言ってんのか分かんないけど優子さんがすごいからねいやもう恥ずかしいですいやもうね優子さんすごい私もう本当にねめちゃくちゃリスペクトしてる本当あのねまず体硬いじゃない、うんうんうん、でリズム感ないじゃないで踊れないわけで初心者、うん、初心者でも大丈夫だよって言って教えてだから、うんうん、もう誰もやったことない人ばっかり呼んだけど、うんうんうんまあ本当踊れないじゃない硬いじゃないその中さふわってなんかこうなんていうのもうしなやか機敏かっこいいよお子さんマジでみたいな本当、なんか憧れちゃったもん嬉しすぎる、うん、あそうだったんだいやもうね嬉しいななんかみんな聞いたいやなんか、ね、自分が恥ずかしくなった私何してた今までみたいないやここからだからやりたいと思った時がチャンスだし、うん、そうただ私なっちゃんにあの感謝してるのは、うん、ずっとこれやりたかったんだよね本当、うん、あの何かって言ったらダンスってこう一部のダンスがすごい人たちだけがしかできないものっていうところの垣根と、うんうんあとはキッズは多分入りやすいんだよね。そうね。うん、あの羞恥心もないし、うん、あのお母さんがやりなさいって言ってお月謝払えば習えるし、うんうん、あんまり、できてもできなくてもあの挑戦できるキッズはね、うんうん、だけどここの
8割方の人たちがやりたいと思っててもなかなかやれない現状があって、うん、ここをどうにか踊らせてあげたいし、うん、楽しませてあげたいなってずっと思ってたの、うん、なんだけどアプローチの仕方がなかなか難しくて、うん、スタジオ出したよとかレッスンやってるよっていうとここの人たちなんだよね、ここの 1,2 割のね、もうバンバンやってる、うん、でバックダンサーとかもやってるような人、うん、でここまでやれて当然でしょっていう人たちのの感じしか思い浮かばないから、みんな、うんうん、なかなかここの8割の人がダンススタジオに一歩踏み出せない現状をね、どうにか入れてあげたいなって思ってたのが、うん、ここで実現したんだよね。すごいね。だから今ノリに乗ってるから、うん、私たち、私たち、ね、その やりたい感情とこっちのやりたい感情がキーンってこう、うん、キーンってなった、ね、そうなったから、今すごいです。叶っちゃった。池袋徒歩1分のデュアルダンススタジオと、うんうん、池袋からあの西口徒歩1分のスタジオアペックス、どうぞ来てください。ぜひ、うん、ここ今すごい宣伝しちゃった。もうね、ゆうこさんのダンスは15人だっけ。15人だよね、うん、いや20人、うん、いける、いける、25人 いいよって上からは言われてる。あ、本当、うん、じゃああともう数名しかないから、そうだそうだ、今のうちにみんな申し込んだ方がいい。申し込んだ方がいい。水曜と木曜、水曜と木曜、水曜日が第1、うん、第2、第4、1時からちょうど明日あります、うん、で木曜日が中途半端なんだけど3時50分、夕方3時50分から4時50分でこうランダムに第1第2とね、木曜日水曜日やってますから。そうです、あのとにかく気になったら、気になったらとにかく来てほしい。やったらいい、うん、やったらいい、ね、もう即行動。恵美子代表が言ってるように、うん、本当もう2秒で決断しろ、ね、違う 0.2 あれだもっと縮まった。あ、私2秒って思ってた。 0.2 だ、あ、 0.2 だそうだよ。あのもう本当活躍してる人たちって決断力早いし、でもなって言わないよね。言わない言わない、もうやる、うん、どうやる、そう、ね、行動力半端ないです。そうだよね、うん、で私のここのレッスンは練習してこなくていいって言ってるレッスンだから、うん、あの自分も気持ちいいんだよね、それを言えてる自分が、うん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 、あの教えたら練習してきてねっていうのがお決まりなんだけどみんな大人になると忙しいから練習なんてしてこれないんだよ。でしてこれないと行くのが嫌になるし、うん、でしたって脳みそがキッズじゃないからあの衰えてるから覚えられないんだよね。だから練習しなくていいし、はい、覚えなくていいって言ってんので、ここの1時間が楽しければいいよって言ってるレースになってるから、めっちゃ楽しい。堂々と行きます、はい、堂々と練習しないで参加してます。参加してください。1時間ここでキラキラしてくだされば大丈夫なのでぜひ来てください、はい、そしてね、池袋のね、うん、今日の最後ダンスになっちゃったけどさ、アペックスのね、うん、カメラマン、うん、フォトグラファーね、いい、私はもうここに出れただけで、なっちゃんが来てくれたんでぜひチェックをしてください。ありがとう。あ、こちらこそありがとうございます。で次の、次回のゲストさん紹介します。もう次は4月ですね。4月の4日17時からです。ゲストはスタディオデュアルの東神奈川キッズヒップホップ選抜の音頭のメンバーが来てくれます。すごくバリバリ踊る4人がね、このスタジオに来てくださいます。いいね。はい、ではまた4月4日ぜひ聞いてください。じゃあなっちゃんありがとうございました。ありがとうございました。ダンスもね、カメラも頑張ろう。みんなまたチェックしてください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあちょっと踊ってみる。